練馬を中心に活動するシンガーソングライター谷秀さんが、宮城県亘理町の観光親善大使として現在亘理の PR 活動に力を入れています。谷秀さんは練馬を歌うをキャッチコピーに、練馬を舞台にした歌を多く制作しています。東日本大震災後に各被災地でボランティア活動を行っていた谷秀さんが亘理を訪れたのは2012年5月。縁あって現地の人と知り合うことになったといい、以来毎月足を運んでいます。テニスラケットの寄付、イベントや舞台公演、亘理をテーマにした歌の制作のほか、現地で自ら買い付け、東京で物産展も開いています。活動を続け5年目となる今年、商工観光課から親善大使に任命されました。亘理町の観光親善大使のご依頼をいただいた時に、あまりピンとこなかったっていうか、正直そのこれ以上のことはできないし、今まで通りを続けるだけなので、あ、でも今まで関わってくれた練馬とか亘理の方々はすごく喜んでくれるんじゃないかなって思ったら、すごく嬉しい気持ちになって、活動をより一層アクティブに続けていけるのかなっていうふうにも思えたんで、そういう部分でも嬉しかったなっていう。亘理の魅力については、山、海、川と自然に囲まれ、季節ごとの食を楽しめるといい、亘理を知ってもらい、亘理に来てもらえるよう協力したいと意気込んでいます。今月20日には江古田のギャラリーフル棟でライブと物産展を行います。以上、練馬経済新聞がお伝えしました。